では早速計算してみましょう。 233×7 ですので4桁、7214、7321となり1631円なりと、このようになります。次に 233×3 です。4桁ですが、3、2がとががつきますので、1桁下がって3、2が6、1桁下がってサザンが9、1桁下がってサザンが9、このように699となります。そして最後に、普通の場合とががつく場合の複合計算 133×7 です。4桁ですが、ががつきますので、71が7、1つ下がって、入れて7321、このように931円となります。ががつくと1桁下がる、それがコツです。よく覚えておきましょうね。では次回またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。